測量、2017年の測地学者フィールド、測定における、測地、1952測地学者、または、スイスとオーストリアのジャヤマター、は、測地学の専門家。この主題を持つ測地者は、大学で勉強した、バーメイサン新人ガーである。ジャヤマター及び、ジョダットという用語はギリシャ語に由来し、地球を見逃している人、または、陸地にいる。 分割するようなものを意味します。一部のドイツ語圏では、ジャヤマターという言葉が好まれ、他の地域ではランドバーメイサーと同様に引く、時代遅れであるため、交互で一つは、用語サーベイヤーも満たします。役職調査技術者女。測地学者は、地球の図のサイズを決定するタスクに直面する。これを可能な限り正確に行うには、地球の重力場に関する知識と研究が不可欠な、 前提条件で測量、写真測量、リモートセンシングなどの方法を利用して地表上または地表にあるジオオブジェクトを検出。目標は位置、方向、サイズ及び形状が所定の品質で非科学的にジオオブジェクトを決定することである。これに追加されるのは事実データのコレクションとジオオオブジェクト間の関係の決定でジオオブジェクトの管理。 特にジオベースデータの管理も担当している。このために地理情報システムを用いており、地図作成とコンピュータグラフィックスの手法を使用して、これらの地理オブジェクトの地形図や 3D 都市モデルなどを作成。土地測量、地積測量、建設測量では何よりも地球の表面の幾何学的パラメーターの記録、および計画から自然への土地、または 建物の境界の移動を行う必要があり、土木工学の開発計画の準備に関与し、この目的のための計画文書を作成。土地が分割、または崩壊した場合、またはその境界が決定された場合、この責任範囲は地石に影響を与える特別な権利を備えた、測地学者も、測量と地理情報も、国境記録を作成する場合があり、これらは、 ボーダーネゴシエーションと呼ばれていたプロトコルです。また、公式の知識の変更を証明するかもしれない。その他のタスクは次の通り。現代の職業イメージは地理情報、またはジオマティックス及び地理情報システムであり、場合によって特に英語圏で不動産管理タスクも実行する。この職業分野のサブタスクの場合、即地学者は 測量技術者と補助スタッフによってサポートされます。彼らは専門学校で豊富な実務のフィールド演習か、見習いのいずれかで教育を受ける。ありがとうございます。